絶対許さねえからな。デック。マゴイチ、覚えてるか？お前がこの里に来た日のこと。お前、あの時と同じ目をしてるぞ。大量大量。あれは。おい。大丈夫か。しっかりしろ。やべえ、息してねえ。こういう時はあれだよな。口と口をくっつけて息を吹き込むんだよな。野郎同士で、くそ、迷ってる場合じゃねえ。もう一球。よかった、気がついたか。危うく禁断の果実をかじっちまうとこだったぜ。なんだそれ、鉄砲か。もうお前怪我してんじゃねえか、手当てしてやる。ち、言葉わかんねえのか。頭、傷、治す。ついてこい。これでよしっと。さて、お前どっから来たんだ。名前は。思い出せねえのか。おいおいおい、記憶喪失ってことじゃねえか。偉人でしかも記憶喪失、こりゃ大変なもん拾っちまったな。でも一番辛いのはこいつだよな。ここが彩花の里だ。今日からお前はここで暮らすことになる。彩花の人間になるんだ。彩花。匂うな。どうだ、彩花の湯は気持ちいいだろう。わあ、極楽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 。そうそう、その息だ。ここは火事場だ。鉄砲を作ってる。鉄砲。そう、お前が握りしめてるそれだ。浜でもそれを握りしめてた。お前にとってよっぽど大事なもんなんだろうな。鉄砲アーマー。あ、何？アーマってのは龍脈の力を使う神器のこと。龍脈。おい、しっかりしろ。おい、大丈夫か。おい、俺はお前がどこの誰で何のためにこの国に来たのかも知らねえ。お前の過去も何一つ知らねえ。でもな、なことはどうだっていい。お前はバカで単純で優しくて仲間思いな孫一だ。彩花の孫一だ。お前の命は俺が助けたんだ。勝手に死ぬなんて絶対許さねえ。俺はどうすればよかったんだ。教えてくれ。サブローの言う通りだ。俺たちは弱い。弱いからこの里を守れなかった。目を背けちゃならねえんだ、この現実から。
お二人とも無事でしたか？ホトトギス！おお、ホトトギス！何ですか？このバカ野郎心配させやがって！暑苦しいです。離れてください。よかった。死んでてよ。いい加減離れてくださいよ。ホトトギス。無事でよかった。孫一さんも無事で何よりです。他の奴らは？ご安心ください、生きてます。本当か？ええ、鶴首さんと蛍火くんは東に、アゲアさんと黒ひょうさんはそれぞれ北と西へ落ち延びました。そっか、よかった。うん、皆を救うことはできませんでしたが、女性や子供たちは避難させることができました。里は焼かれ、多くの人が死にました。いいか、お前が一発の男だったら里は守れたんだ。そうだ、俺がバカじゃなかったらこの里を守れたんだ。もっと里の人たちを救えたんだ。くそ、強くなりて、もっともっと強くなりて。バカは死ななきゃ治りません。でも死ぬ気で鍛錬すれば強くはなれます。いや、強くなってもらわねば困りますね。里の人たちのことは私にお任せください。え、この国で最も安全な場所に連れて行きます。うん、俺は逃げた。逃げ出しちまった。大切なものを守りきれなかった自分が許せなくて。で、俺たちこれからどうするんだ？やるべきことは決めてる。自分の弱さを刻みつける。里の民は領内で手厚く保護してやれ。はっ。孫一をどう見る？殿が目をかけるほどの人物とは思えません。見ろ。額に汗して一生懸命墓を掘ってやがる。これからの時代に必要なのは、ああいうやつかもな。くそ、刻みつけろ、怒りを、悲しみを、悔しさを。目を背けるな、自分の弱さ、愚かさから。何も敵の墓まで作ってやることもねえのに。南蛮人も日本人も死ねば皆同じだ。そっか、そうだな。俺たち強くなるぞ。ああ、当たり前だ。この日俺たちは誓った、必ず誰にも負けねえぐらい強くなると。Ooh.